ワーマママリと井口真央の人生を豊かにするラジオ始まります。この番組はより良い人生を過ごしたいと思うあなたのためにクスッと笑える話やちょっと気になるお金のお話をしていきます。今週で第3回になりました。はい、第1回第2回と放送を重ねてもう早いものですね、うん、そうですね。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、はい、実はですね、私が大好きな、はい、あの与沢翼さんの、はい、お金の心理っていう本があるんですけど、はいはい、それにちょっとね井口さんに伝えたいと思うことが書いてあって、はい、その内容をお話しできればと思うんですけど、はい、ぜひお願いします、はい、その前に、はい、あのよくテレビとかで、はい、まあ、この企業に勤めると年収いくらとか、はいはいはい、30代の方の平均年収はいくらとかって、うん、はい、こうあるじゃないですか、はい、見たことあります？え、そういうテレビですか？テレビとかニュースとか あんまりない？あんまりない。でもなんかそういう番組やってるのはなんとなく知ってたりするんですけど、はい、あんまり記憶にないかもしれないです。なんかねやっぱり今はコロナ禍なのか、はいはい、割とね年収の話とかも本とかでも見るようになったんですけど、はい、ちなみにあの20代ですよね、はい、20代の方の平均の年収とかってご存知ですか？わかんないです。難しいですよね。やっぱりいろんな会社もあるし、はい、フリーランスの方もいれば、はい、あの普通にお勤めされてる方もいれば、うんうん、公務員の方もいらっしゃるので、はい、なんか平均出すっていうのが難しいんですけど、はい、なんか大体どれくらいとかイメージ湧きます？2、300万なんですかね。あでも、うんうん、大体そんな感じで、はい、男性と女性でも違うんですけど、はい、男性は大体370万ぐらいとか言われたりして、はいはい、でもそれは本当に平均なので、はい、あんまりなんか平均を知ることで意味はないかなと思うんですけど、はい、ちなみに、はい、なんかその結婚するんだったら、はい、年収って重要視してます？相手のですか？はい、私はなんか養われたくないので、はい、あのちゃんと働いてる人ならいいかなっていう感じです、うんうん、あの自分の年収が第一かなって思ってます。あ、まず自分の年収を上げることとかそういうことですよね。はい、自分が頑張りたいですね、はい、相手の年収に頼ってこの人年収1000万だから結婚したいみたいな感じではないです。私もそれそういうのそういう考え方すごい、はい、いや私はあんまり好きじゃなくて、はい、自分でこう稼いだりとか、はい、相手の年収をこう気にするって依存だし、はい、もし本当にお別れしたら危なかったりするし、はいはい、私もあの井口さん派です、はい、そうですね。そうそう、はい、なんかでもかといって私が養ってあげたいわけでもないので、うんうん、そして私はそんな養えるほど立派な人でもないので、うんうん、あの普通に自分の分と一緒に生きていくお金の分を稼いでいる人ならいいかなって思います。あ、はい、あの与沢さんの、ね、本で、はい、まあ、年収っていうのはそんなに大事じゃないよっていうお話されていて、はい、本当の年収を知ることが大切なんだっていう。何ですか本当の年収って？これも私あの本を読んだりとかして、はい、はってなったんですけど、はい、例えば、まあ、じゃあ年収400万だとします、はいはい、そうすると、はい、まあ、400万円税金とか引かれて、うん、手取り400万だとして、はい、そうすると、はい、400万その人がね年間稼いでるように見えるけど、はい、でも実際は、はい、例えば生活に必要な家賃とか、はい、食費とか、はい、光熱費とか、はい、そういうのは絶対かかるじゃないですか。かかりますね。だからそれを全てね引いて残ったお金っていう本当の年収なんだよっていうふうに。そうなんですか？まあ、おっしゃってるんですよ。へえ、はい、まあ、確かにそうで、はい、まあ、400万、まあ、私あるよと、はい、でも実際、はい、ご飯も食べるし、はい、お風呂も入るから、はい、いろいろお金がかさむじゃないですか、はいはいはい、人生を豊かにするにはお酒も飲みたいから、はい、お出かけしたりとか、はい、お小遣いも必要だし、はい、でもそういうのを引いた額っていうのが大切で、はい、その額で例えばまあ人生の勝負をかけるのには必要なお金だよっていう風に言ってらっしゃったんですよ、はい、そうなんですね、うん、じゃあ使ってないお金が年収ってことですか？まあ、そういう風に考えた方がやりやすいよっていうことなんですけど。なるほど、参考になります、はい、例えばいきます、はい、まあ、一般的な例なんですけど、はい、多分リスナーさんもイメージしやすいと思うんですけど、はい、じゃあ家賃が毎月10万円で、はい、それ12ヶ月だと120万かかると。はいはい、例えば水道とかも2万、毎月2万だったら1年で24万、はい、
でこうだいたい引いていくと、はい、だいたい400万の人が普通にね、はい、人として生活するのに282万ぐらいは、はい、まあ、だいたいかかるよっていう、はい、そうすると400万っていうもらった手取りから282万を引いた、はい、まあ、だいたい118万ぐらいが本当の年収、はい、そうなんですね。なるほど。そう、これが、はい、例えば投資をするとか、はい、貯金をするとか、はい、何か事業をするとか、はい、例えば知識を積むためにセミナーとかに行ったり、はい、本を読んだりとかする、うん、まあ、大切なお金だってお話しされてて、はい、で私もあの夫婦でお金を稼いでるんですけど、はいはい、私の、 あの収入はほとんど投資なんですよ。そうなんですね。そうなの。なんかね、収入は投資？収入、私の手取りの収入は全てあの、はい、投資に使ってる。そう、はいはい、そう。だから井口さんと多分ちょっと考え方が違くて、はい、うちあの夫婦で最 大、はい、最大化できればいいなと、はい、夫婦でチームだと思ってるから、はい、2人でなんだろうな、運命共同体なんですよ。あ、素敵ですね。だからまあちょっとあんまドキドキとかしないんですけど、はい、2人で人生という荒波に立ち向かおうっていう、はい、感じなんで、で私のお給料すべて、はい、投資に回してるんですよ、はいはいはい、あまりなかなかいないと思うんですけど、はい、なのでそうだな、私の年収が、はい、うちのね夫婦の本当の年収になる。あ、なるほど、そういうことなんですね。そう、素敵ですね。でもそうやって運命共同体と思えるような人に出会えるのは、ありがとうございます。あの好きです夫は。そうなんですね、うん、素敵です。うん、私はまだそういう人がいないので本当に一人のことしか考えられないですね。あ、でも私も25歳の時はそうでしたよ。そうですよね。結婚してなかったし、なんか絶対30歳になった私は今と言ってることがガラッと変わってるんだろうなとはすごい思います。あ、でも変わってると思うけどそれが普通だし、はい、いいと思います。はい。私が25歳の時はあの先週お話しされてた、はい、ニーサをねやり出されたって言ってたじゃないですか、はいはい、私も25歳独身の時に銀行で、はい、あの始めたんですよ、はい、ニーサじゃなくてね、あの米国の積み立て、ドル建て積み立てって言って、へ、なんかこう毎月積み立てて、はい、10年ぐらい積み立てて、はい、そっからさらに10年置いて、うんうん、40歳ぐらいになったら、うん、すごいどんどん増えていくみたいな。へえ、そういうのがあるんですね。そういうのがあって、はい、銀行で入ったんですね、はい、すごい。今ちょっとまあ、はい、ストップしてるんですけど、はい、そうそう、だから25歳とか24歳って、うん、お金も稼いでくるけど、うん、まだ伴侶がいなくて、うん、人生にすごい迷うから、うん、将来のことも気にして、うん、お金を貯める時期なんだなって思います。なるほど、うん、確かに結婚かって感じですね、うん、周りが最近結婚、25歳って第2次か1次結婚ラッシュじゃないですか、はい、増えているので、はい、なんか焦らなきゃなのかなとは思ったりもしてるんですけど、まだまだ実感湧かないですね。いますか、そのお友達で結婚して理想だなっていう方と、逆にちょっとあ、これはなとか思うとかいろいろあります？結婚して理想だなって思う人はちょっといないかもしれないです。いろんな、ね、形があるし価値観も違うと思うんですけど、はい、まあ、夫婦仲良くて、はい、私の場合は結構、まあ、ケチというか、はい、そのお金にがめついので、はい、お金に関してしっかりしている人、浪費家じゃない人がいいなと思ってました、はい、あ、相手はですか、うん、私はお金の面についてまだ子供なのかもしれないですけど、はい、相手にお金の面について考えたことはなくて、はい、一緒にいてすごく楽しくて、うんうん、お酒が飲めて、うん、私のことを一番にめちゃくちゃ一生愛してくれる人っていうのが条件ですね。 いいと思います。なんかお金ってまだ考えたことなかったです。私はあのまず借金をしなくて浪費しない人が良かったです。あ、借金は当たり前にしてほしくないです。そうそう、あの借金してる人は恋愛対象外だと思います。あ、うんうん、うん、はい、困っちゃいますもんそんな借金。いや本当に大変よ借金は、マジで、はい、うん、結婚どころかお付き合いもできないですね、うん、あの保証人とか妻ってなったらこっちまで追われちゃうじゃないですか、うんうん、好きになれないかもしれないです借金。でもねこれはね、はい、あのその時はね借金してなくても、はい、まあ、ご結婚されて、はい、陰でね、はい、するっていう人も中にはいるんですよ。離婚します、うんうん、はい、
縁は切れるじゃないですか、夫婦、子供と親の縁は切れないけど、うんうん、夫婦の縁は切れるから、うんうん、もしあの旦那さんが隠れて将来的に借金しちゃったら離婚します。私も借金だけはね絶対に、結構私、はい、まあ、あの父はすごく尊敬してるし今でも仲いいんですけど、はい、割とそういうところがちょっとだらしなくって、あ、はい、まあ、母も私も苦労した経験があるんです、借金で ね、 そうなんですね、だからすごく借金っていう言葉にすごくもう過剰反応するし、はい、うん、敏感に嫌だって思うし、うんうん、夫にはそのもし借金していることが発覚した時点で離婚するって言いました、うん、そうですよね、うん、私も借金のことは考えたことなかったですけど、はい、普通に借金してたら離婚しますね、うん、はい、ちなみに、はい、あの悪い借金といい借金っていうのがあるんですけど、はい、イメージつきます？なんか会社とかを作るときに借金できる人は信用されてる人っていうのは聞きますなんかそういう会社とかのはなんかいい借金っていうか借金した方が信用につながるんですよね、うんうん、なんかそういうのはなんか聞いたことあります。なんかその自分が欲しいものとかを買ったりとか、はいはい、例えばあの収入がなくて生活費に困って、はい、泣き寝入りというか、うん、しょうがなくて借金を借りるっていう、それはあんまり悪い借金って言われてるんです、うん、はい、でもいい借金っていうのはおっしゃる通りこう未来につながったりとか、うん、そのお金を使ってさらに事業を発展させたりとか、うんうんうん、あとはあの、まあ、成功している不動産の方で、うん、こうローンとしてお金をこう借りて、うん、それをこう回して、うん、賃貸で貸し出して収入を得たりとか、うん、いろいろいい借金っていうのもあって、うん、私はあの幼い頃の経験から借金っていうのは怖いって思ってたし、うん、そっからローンも怖いって思ってて、うん、ただあの投資の勉強していくときに、うん、いい借金をこう使えば資産が、うん、自分たちの資産がどんどん伸びていくってことも知ったので、うんうんうん、そのあたりちょっと今勉強をしてます。すごいですね。確かにいい借金もありますね。そうそう、でもイメージつかないですよなかなか。ちょっとこ怖いですね。ちょっとリスクリスクね、はい、怖いですね。イメージつかないですね、うん、はい、リスクは本当にこうね分散した方がよくて、はい、こう同じカゴに卵を盛ると、はい、割れちゃったら、はい、転んじゃったら全部割れちゃうけど、はい、例えばこう分散しておく、はい、うちはその例えば銀行にも、はい、貯金があって、はい、積み立てNISAをやったりとか、はい、そういう海外にお金をこう分散させて、はい、投資をしているので、すごいです。そんなお金が大切で、そのユザースタバサさんがおっしゃってたんですけど、うん、お金はまあ子供のように大切に扱うことで、はい、巡るよっていうのも、はい、書いてあって、はい、本当そうだなと思って、はい、大切なお金、大切な我が子をいろいろ分散させて、はい、何があってもこうみんな生き残ってねみたいな気持ちで、あ、そうなんですね、旅させてます。素晴らしいです。やっぱり詳しいですね、よくお考えというか。いやいやいや、私はもうただただ、まあ、使わなんか無駄遣いもしてるんですけど、うんうん、なんだろう、全然考えられてないかもしれないです。そう考えてないです、うんうん、考えてます、考えてますだって25歳なのに、はい、積み立てNISA始めたりとか、はい、あ、私ただのNISAです。積み立てNISAじゃなくて、ただのNISA始めたりとか、はい、お金について考えてるから、はい、大切な我が子をNISAに変えて運用して、はいはい、でもそれも結構ノリで始めちゃったんですよね。たまたま通りすがりで見て入ってやってみようって思ったりな感じで、うんうん、あとお母さんに教えてもらいましたね。お母さんがなんかこういうこっちの銀行の方が貯まるよみたいな感じで連れてってくれた時に、あの兄さんに出会ったみたいな感じで、結構お母さんがお金に対して、いや投資とかは何もしてないんですけど、しっかり貯金するタイプなので、それでっていうのはあるかもしれないです。うんうんうん、貯金は本当に今回コロナになって思ったんですけど、うんうん、なんだっけな、確かこう貯金がついえちゃって、はい、こうお家賃が払えなくって、はいあはい、大変な方もいらっしゃる中で、はい、うちととはそういうことにはならなかったんですね、はい、私ととは、はい、それはその最低限銀行に入れておくお金っていうのを決めてたので、はい、なんかこうもし収入がね、はい、なくなっても3ヶ月分ぐらいは最低はね、はい、言われてるのが、はい、そういうこうベンチャー企業とか個人事業主で安定しない方は向こう半年の分のお金を銀行に入れておくと安心って言われてて、なるほど、はい、公務員とか病院関係とかインフラ系の方はまあ本当にね最低1から3ヶ月ぐらいはちゃんとあれば生きていけるよっていうなんか指針じゃないけどあって、じゃあそれをこう目印にして銀行に入れてます。そうなんですね、うん、なるほど、うん、
今回の10万円、はい、コロナの給付金、はい、10万円、あ、去年の4月5月ぐらいのやつですよね。そうそう、はい、あったじゃないですか、はい、で、あのうち3人家族で、はい、娘は0歳なんですけど、はい、娘にも入ってきて、はい、30万入ってきたんですよね、はい、でそれを使って例えばその今困ってる、はい、食品の外食とか、はい、まあ、ちょっと使ったりとか、はい、うちあの星野リゾートにそれで行ったりとか、あ、いいですね、はい、で残りはあの投資にして使ったりとか、はいはい、結構いろいろ分散しました。そうなんですね。私はもう特に何も考えずに通帳に入れてるだけでした。でも全然それでいいと思います。いや、あとご飯もね、はい、行ってるって言ったので、はい、知らず知らずのうちにこう貢献されてるんじゃないかなって私は思います。確かにそうですね、はい、そうね、はい、あのコロナの、ね、給付金は結構大きかったです。うち30万だから、はい、確かに大きいですね。30万は私の中ですごい大きくて、はい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 、私の収入超えてるみたいな。あそう、超えてるんです。毎月の収入より全然超えてるんですけど、はいはい、それがガンっていきなり入ってきたから嬉しいですね。もうボーナスみたいな感じですよね。そう、ボーナスみたいな感じ、はい、私はあの育休取ってたんですけど、はい、育休中っていうのはあのボーナスはもちろんもらえないんですよ、はい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 、で会社員をやっててボーナスって必ずもらってたから、うん、それを含めて設計してるわけですよ、うん、でやっぱりボーナスが入ってこないっていうのは知っていたものの、うん、初めて入ってこなくて、うんはい、結構ね、なんだろう、衝撃というか、やっぱりこれないと、はい、あ、厳しいっていうと悲しいんですけど、はい、ちょっとうんって思って、はあ、育休ってどんなぐらい取られたんですか？1年ぐらいです。あ、そうなんですね。もう1年間もう赤ちゃんにつきっきりでみたいな。そう、娘にこうつきっきりで、はい、なんかこうだいぶ先の話だと思うんですけど、はい、育休とかイメージあります？ずっと YouTube を続けられたらなっていうのが私の理想なので、うん、YouTube って休みないじゃないですか、はい、だから育休の姿も、いや、なんか子供に迷惑がかからない範囲でそういうのも子育て奮闘期みたいな YouTube とかに切り替わっていくのかなって思ってます。それすらもコンテンツ、いやでも子供のプライバシーは大事なんでそこは守りつつって考えてました、うんうん、あ、すっごい今勉強になった。その自分の生活とか自分の、はい、その今置かれてる立場をちゃんとコンデンツ化するっていうのは収入源になるなってなんかふと思いました。でもまあ YouTube5 年後どうなってるか分かんないですけどね、うん、もしなんかこの YouTube でこのままなんかいい感じにこれ以上な結果が残せたらそういう未来になればいいなって思っています。 YouTube もこう考えますよね。何をこうアップしたらいいのかとか、はい、結構パワーかかりますよね、編集とか。あ、でも編集は私依頼してるんですけど、うんうん、でも自分でもちょっと勉強してて、うん、簡単なものならやってるんですけど、うん、なんだろう、でも食べ飲みをほぼのコンテンツにしてるので、あの食べることと飲むこととそして喋ることが好きなので、はい、何もそんな苦労はしてないです。楽しいだけ、はい、はい、そうですね。楽しいことってなんか続きますよね。そうですね、楽しくないと続かないかもしれないですね。あと、分かる、自分が好きでやってないと見てる人たちも多分つまんな、いやいや食べ飲み動画撮ってたら多分見てる人も楽しくないと思うので、うんうん、楽しくない、なんか楽しく撮りたい時にやりたいようにやってます。あ、はい、私もあのお金について勉強してたりとか、はい、お金について話してるとすごい楽しいんですよ。はいはいはい、なんか多分変わってるような気がするんですけど。いやでも私もうん、お金について話してるの楽しいです。アメブロっていうブログを私やってて、はい、あ、私もやってます。あ、やってるんですね、はい、ちょっとちらっと見たことあるような、はい、アメブロでね、こうお金の話をね、はい、一般の主婦として、うん、ワーママとして発信してて、うん、それでコメントとかも来ると、はい、やっぱり嬉しいなって思うし、はい、勉強になりますって言われると、はい、さらに頑張ろうと思えるので、はい、SNS も YouTube しかり、はい、アメブロしかり、はい、上手に使っていけば、はい、モチベーションも高まるなって思いました。そうですね、コメント来るとめちゃめちゃ嬉しいんですけど、うん、その分傷つくコメントも来ないわけではないので、うん、なんだろう、私がなんかストレスそこで溜めたくないって他のことで溜めたくないって思うのは、うん、なんか意外とコメントとか SNS の書き込みをすごいチェックして気にしちゃうので、うん、あの、うん、そっちのなんて言うんだろう、批判の方で結構私は、はい、一番ストレスを感じちゃうので、はい、あの
なんて言うんだろう、余計なことでのストレスを感じたくなくて、その不動産投資をしたとして、それでお金どうしようっていう、そっちのストレスまで抱えたくないから、そっちのリスクを負うのが怖いなっていうことを思いました。コメント欄は配信はしてないですか？オープンなんですか？オープンです。でも YouTube はなんかコメントが面白くて、なんか動画も面白くてみたいな、なんて言うんだろう、YouTube を見ながらコメントも見るんですよ、うんうんうん、私もそうなんですけど、だからコメント欄はめちゃめちゃ大事です。うん、その方々の反応を見ながら話したりとかするってこと、はい、あ、でもコメントはめちゃめちゃ参考にしてます。すごい参考になる、コメントがいっぱい来るので、こうしたらいいよとか、感想とか、こう思ったとか、まあ、嬉しいこともいっぱいですし、まあ、私が良くないことをしちゃった時には批判もたくさん来ますし、みたいな感じです。温かいこうファンの方というか、温、はい、かいコメントも結構 YouTube 多いんですね、はい、今聞く限り。温かいコメントもたくさんあります。でも、まあ、私が悪いことをした時には悪いコメントがたくさんになります、みたいな感じです。あ、はい、でもそれは因果を、はい、うんうんうん、はい、私も全然有名とかじゃない一般のワンママなんですけど、はい、それでもね、アメブロとかに、はい、なんかね、ショックなね、はい、コメントとかありましたよ。はい、そうなんですね。なんかね、私なんだっけな、あ、そう、12月にボーナスが出たんですよ、はいはい、でもそのボーナスは満額じゃなかったんです、はい、私育休取ってたから、うん、その育休期間とちょっとなんか被ってるから、はい、通常よりも少なかったんです、はいはいはい、私はブログでは自分の収入とかオープンにしてるから、はい、具体的にいくらいくら、はい、ボーナスもらって、はい、前よりかは下がっちゃったみたいなことを書いたんです、はい、私はショックで書いたんですけど、はい、で自分の自身の収入はそんなに高くないからこそ、はい、公表してるんですよ、はい、親近感を持ってもらいたいなと思ったりしてるので、はい、やっぱそういうイメージで書いたんですけど、はい、それを見て多分高いと思った方から、はい、なんかそんなの自慢だみたいな、こう、結構来たりしたりして、まあ、人ですけど、はい、そういうのもあって、なんか、あ、そっかって、こう勉強になったし、はい、まあ、だからといって発信はやめないんですけど、はい、勉強になりました。勉強になりますよね、うん、批判コメントも、まあ、でたらめに批判してるコメントもあれば、もうめちゃめちゃ芯をついてるコメントもあるので、なんか、そう、芯をついてるからこそ、なんか本当に心に来たりします。まあ、言ってることが正しいから。私が高校生の時はもちろんなかったんですけど、はいはい、今は YouTuber になりたいっていう子供たちが多くて、はいはいはい、働き方も変わってきてるじゃないですか、はい、から私も YouTube 地味にチャンネル持ってるんですけど、はい、今後もっと大きくしたいなと私も思ってます。そうなんですね、一緒に頑張りましょう。YouTube は、目指しているところあるんですか？何万人とか。夢は大きくで100万人目指してます。100万人の方がチャンネル登録、はい、うんうん、してくれたら嬉しいですね。そうですよね、はい、そんな100万人の方が登録してくれるって、それだけ影響力があることだし、はい、そうですね、うん、そんな風になれるように今頑張ろうって思います。あ、 YouTube も楽しくやってらっしゃるんですよね。はい、毎日こう、うん、なんだろう、月に何回更新するとかそういうの決めてなくって、楽しくやってるっていう感じですか？楽しくやっているという感じです。はい、ツイッター、インスタ、はいはい、YouTube、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、どれが一番楽しい、はい、好きって思いますか？ YouTube ですね。うーん、はい、それはなんでですか？でも食べ飲みが好きなので、それを発信してて楽しくて、はい、インスタはなんか結構映えな写真を載せなきゃいけないじゃないですか、それこそ自撮りだとかおしゃれなものとか、はい、それが結構苦手で、はい、インスタは結構得意じゃなくて、はい、まあ、ツイッターは思ったことをツイートするだけなので、まあ、普通という感じなんですけど、はい、YouTube は楽しいですね。こう好きなことを喋りながら、食べながら、飲みながら発信してるので、はい、YouTube が好きです。 YouTube って私あんまり詳しくないですけど、はい、こうなんかライブみたいなのもできるんですか？はい、あ、生配信もできます。うーん、はい、生配信したことありますか？あります。あ、はい、ただその生配信をすれば、その時こう、はい、なんだろう、一緒にファンの方も楽しめる、その時間を楽しめるってことですもんね、はい、そうですね。コメントをいただいた場合はそのコメントにお返事しながらみたいな、なんかリアルタイムでコメント、チャット機能もあるんですよ、はい、そういうので会話をしながら、いつも通り食べ飲みみたいな配信をしています。
あ、そういえばお蕎麦見ました。お蕎麦の YouTube ありがとうございます。すごい大量なお蕎麦、はい、蕎麦食べました。はい、本当にあんなに食べたんですか。4皿か5皿ぐらいあったと思うんですけど、はい、1皿は食べれなくて、はい、外部に、配信の中で外部にいたお父さんと弟に食べてもらいました。あ、はい、すごい量で、はい、私も見た時にすごいびっくりして、はい、あんなに食べられないと思いながら、ちょっと残しちゃいました。はい、うんうん、助っ人に食べてもらいました。あ、そうだったんですね。はい、私もお蕎麦、はい、年末食べて、はい、全然ねサイズは小さかったんですけど、はい、あんなに食べれる胃袋はないなと思いながらお腹がなんか出てるんですよね私。なんか食べたらこう膨らむし、はい、かといってお腹空いててもぺっちゃんこにはなんないんです。ぼよぼよぷよぷよしてます。うんうん、私もぷよぷよしてますよ。やっぱり本当ですか。やっぱつきますよねお腹。つきます。はい、ただ女性はなんだろう、ちょっとこうぷにぷにした方が私はなんだろうな、いいなと思うので。あ、なんか特殊なつき方してるんですよね私。なんかお腹だけ中年みたいな太り方してます。お腹だけ中年。はい、お腹だけ中年なんですよ。伝わらないですか。なんかお腹におじさんついてるみたいな感じです。そこだけ。はい、なんかよくテレビで見るじゃないですか、内臓脂肪のなんかおじさんのお腹みたいな CM、はい、お腹だけそれです。お腹にそれがついてるんです。はい、私太ももに結構ついてるかもしれない。逆に足はあんまりつかなくて、うん、お腹がおじさんです。はい、お金も投資をしながら子育てもしていても、はい、やっぱりそのお腹とか、はい、女性としてこう細く、はい、いい感じで細くなりたいなと思うので、はい、結構貯金しちゃうってお話したじゃないですか。はい、それでもうヨガのお金とか捻出してるので、はいはい、体型維持にはお金はちょっとかけてます。そうなんですね、うん、偉いです。私はもう最近ダイエットそこまでしなくなっちゃって、前はすごい頑張ってたんですけど。なんでこう頑張ってたんですか。まあ、可愛くなりたくて頑張ってたんですけど、うんうんうん、最近はなんか可愛くなりたいとは思ってるんですけど、はい、年か分かんないんですけど前ほど可愛くなりたいって思わなくなりました。はい、今でも十分すごく可愛いし、はい、素敵だなと思いますけど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとまだまだお話ししたいんですけど、はい、またまた時間が迫ってまいりました。はい、はい、早いですね。あっという間です。30分のラジオ番組なんですけど、はい、結構ね、はい、お話に詰まったら、はい、音楽流そうとか実は思ってたりするんですけど、はい、そんなこともなくさらさらとスラスラと、はい、なんて言うんだろうこれ、テンポよく、はい、テンポよく、はい、できて嬉しいです。本当井口さんのお気に入りの曲とかも流したいので、はい、今後流していければと思うんですけど、はい、その時にまたご紹介できればと思います。はい、よろしくお願いします。はい、本日第3回目のラジオでした。はい、第4回目来週ありますので、はい、そちらも聞いていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた来週、せーの、バイバーイ。